私。悩み事があるなら相談に乗りますよ。最近ルナとメールできなくて。ルナからは届いてるんだけど、エリーゼが見ないで閉じちゃうんだ。アルクノアの一件を気にしているのですね。このままじゃいけないって分かってるんですけど、ルドガーだったらどうしますか。その勇気が出ないんです。大切なのはエリーゼさんがどうしたいかではありませんか。私がどうしたいか。分子対策室です。新たな分子世界が探知されました。座標を送信いたしましたので対処をお願いします。お仕事の連絡ですよね。私も一緒に連れて行ってください。じっとしていると悲しいことばっかり考えちゃうし。確かにこういう時はガツンと体を動かすのがいいかもしれませんね。
のね、エリー。遅れるって聞いて心配してたのよ。お嬢様、エリーゼさんとは町の近くで偶然一緒になったのですが、差し支えなければこちらへいらした理由を伺ってよろしいですか？差し支えなんかあるわけないわ。今日はエリーのお父様が久しぶりに戻られる日なのよ。エリーゼさんの？お父さん？ええ、お願いしていた仕事が一区切りついたと連絡があって。本当にお父さんに会えるの？もちろんよ。だからエリーも待ちきれなくてここへ来たんでしょ。エリーゼ、あ、元気にしておったか？わざわざ出迎えてくれるとは嬉しいな。お父さん？ん？どうした？長らく離れておったから父の顔を忘れてしまったか？族長、落ち着いてください。エリーゼ様が戸惑っておられます。欲しいです。エリーゼは赤ちゃんじゃないぞ。おお、すまなかった、つい嬉しくてな。ジャオさんはエリーが可愛くて仕方ないのね。自慢の娘だからの。わしの目の黒いうちは嫁にはやらんぞ。なんといってもエリーゼはわしの宝であり太陽なんじゃよですね。耳にタコが数十個できていますよ。ユルゲンス、お前の野暮はキタル族一だの。こうでなくては族長の右腕は務まりません。そうそう、もう一つ謝らねばならんことがあったわい。実は仕事にかまけて約束したお土産を忘れてしまったのじゃ。お詫びに何でもおねだりを聞いてあげるから許しておくれ。何でも、太っ腹。急に言われても。あ、それだ、バーニッシュ。ん？友達にあげたくて。バーニッシュ知らないですか？よく知っておるよ。流行りのぬいぐるみだろ。しかしあれは。ドロッセル様、仕事の報告の前に少し時間をいただきたいのですが。ええ、二人とも長旅でお疲れでしょ。ゆっくりしてからで構いません。いや、サマンガン樹海でまた魔物の密漁が活発化しておっての。怪我が目的のようなのだが。密漁者たちに我らキタル族の警備をかいくぐられているのです。急いで対策を立て直さねばなりません。まあ、私も商工会に密漁品の流通を許さないよう指示しているんですが。禁じるほど裏市場で価値が上がる。密漁者たちも必死なのでしょう。ではまた後でな、エリーゼ。みんなも一休みしてくださいね。今夜は再会のパーティーよ。ジャオさんが私のお父さんだなんて。分子世界だからってこんなのあり？ここではこれが現実なのでしょう。ならもっとジャオさんを調べる必要がありそうですね。この世界のエリーゼさんが来ると面倒です。急ぎましょう。おじさんがエリーゼのお父さんだなんて複雑ですが、エリーゼさんのことを本当に大切にしているようでした。こっちの世界の私は何も知らないんでしょうか。ジャオさんがしたこと、そのお父さんとお母さんを。ジャオさんはかつてのガイアスさんの部下、キタル族の族長も務めた傑物です。でも、エリーゼのお父さんとお母さんを
殺したんだよ。ですが、ジャオさんは最後にエリーゼさんを守った。どんな過去や事情があったにせよ、それも確かな真実です。今は私たちにできることをしましょう。考えるのはそれからでも遅くはないはず。ローエン、ルドガーも励ましてくれてるんですね。気を使わせちゃってごめんね。構いませんよ。むしろ頼っていただけるのは大人にとっては勲章のようなもの。勲章ですか？なんだかかっこいいですね。そうでしょう。ですからどんどん頼ってくださいね。二人とも面白いです。よし、どんどん頼ってあげちゃう。どういうことだ、ユルゲンス。族長、落ち着いてください。何があったのですか？ユルゲンスが GHS で何者かに我らの警備計画を漏らしておったのじゃ。まさか貴様、密漁者たちと通じているのではあるまいな。ユルゲンスさんが？そんな魔法な。ユルゲンス、今の相手と話をさせろ。密漁者でないならできるはずじゃろう。それは申し訳ありません。お許しください。ユルゲンスさん、本当に裏切ってたの？なぜそんなこと。妻のイスラの病状が思わしくなく、いい薬を買うために金が必要だったんです。なぜわしに相談せんかった。イスラの薬自体が密漁した魔物からしか作れないものなんです。だからといって言い訳にはなりません。裏切りは命をもって償う。来たる族の掟は絶対です。覚悟してのことじゃったのだな。ならばせめてわしの手で。待てよ。ユルゲンさんは奥さんを助けたくてやっただけなんです。どけ、エリーゼ。ジャオさん、お父さんは族長でしょ。だったら掟を変えることもできるはずです。族長だからこそ身をもって掟を守り抜かねばならんのだ。でも、もしも私が病気だったらお父さんはどうしたんですか？私より掟が大事なんですか？ユルゲンス、わしを密漁者たちのもとに連れて行ってくれ。族長。心配無用。話し合うだけじゃ、イスラの薬のための密漁は認めねばなるまいて。申し訳ありません。礼はエリーゼに言うがいい。ありがとうございます、エリーゼ様。よかったですね、ユルゲンスさん。奴らはサマンガン樹海だな。はい、ご案内いたします。みっともないところをお目にかけた。どうか内密にしてくだされ。今のジャオさんが。はい、タイムファクターのようです。ともかくジャオさんたちを追いましょう。サマンガン樹海です。
ですが、タイムファクターは壊さなくては。ザホさんを探しましょう。